マニュアルじゃなくて男性にはこんな雑誌がありましたか、女性にはマニュアル本とかってありましたか。ああそっか、男性はね、意中の女の子を落とすためのっていうマニュアル的なあったんだよ、そういうのが、うん、女性の雑誌にもあるの、こういう好きなあの方に振り向いてもらったものみたいな、うん、いや、あの雑誌見ないわけあった、何アンナとか、アンナとか載ってた、アンナとかじゃないかなって、りょうたが言うにはあったっけ、投資なんか、うん、なんかそういうね、ああなんかそんなのあったんだ、なんとか、あ、なんか髪ふわ、なんか身につけてる服は、ああそうか、なるほど、ガーリーななんたらなんたらみたいな、あ、装いみたいなね、あるかもね、ダンス聞かせるみたいな、はいはいはい、仕草とか、あ、そうかですね、仕草特集みたいなね、あ、女らしさアップ仕草特集みたいなありそう、見たことないけど、それを見てた人と見てない人は、うん、ほら見てないとこうさ、いやでも多分みんなさ結局はこうなってくんだと思う。あ、そうなの？みんなよ、みんなよ、見たけど、見たけど、はっていう。でね、ヒデボンもね、はい、僕はあまり怒ったりしないタイプですが、それでも腹に据えかねることがあります。はい。特に無責任な発言をする人には怒りを覚えます。はいはいはい。一緒ですね、僕たちもそうですよ。一緒、うん。昔よく見た、いわゆる恋愛マニュアル本にこう書いてありました。はい。合コンの時、隣の席に座った女の子は多分あなたに気がある嘘つき部屋に入る前にじゃんけんしてたらしいじゃん。ああ、そうね、あー、負けた、負けた、ヒデボンの隣あと、好きな子には猛アタックを続けた、あと少し間を空けた方が彼女はどうしたんだろうって、あなたのことが気になるって書いたやつ、あ、よくありますよね、それ。あなた全然ダメ、うん、何事もなく部屋に時間が過ぎてだから、あのまずはね、あの脈がないと、そもそもね、脈診から始めてください、その脈止まってますよっていう可能性がありますからね。好きな女の子がいたら、その友人に優しくしていい人と思わせて、うん、友人から彼女へいい人と伝わるようにするってやつ、うん、お前最悪、うん、あの人誰でもいいんじゃないって言われて、ただの節操のない男に思われたじゃん。なんで私にも優しくしてくれたなんかハンカチとか貸してくれてえぇって、私だけじゃなかったのって、あ、うちもだよ、うちも優しくするけど、私も傘貸してくれた、そういえばこんな、うちまで送ってくれて、どん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 紛失して、え、みんなに女なんかいるよね、女私ダメ、こういうなんか女マサ、うん、女マサ女マサ女マサイ族違う、なんだろう、女マサとか言わなかった、アフリカ持ち出さないで今日本の話よ、マサ、マサリってことか、男マサリ、ほらほら、ほら、男マサリとか女マサリじゃないのきっと、多分違う、男マサリとかじゃない、男マサ、女マサ、え、知らない、男メーサーとか女メーサーと言ってた、あ、そう、あまりなんかマサーって言った、なんかアフリカだから、ね、アフリカだ、ウルマシ